本日はド定番ベンチメイドのミニグリップテリアンを紹介します。グリップテリアンの方ではなくてミニグリップテリアン、ちっちゃい方、本当にハンドサイズ。子供の頃に教わった自分にぴったりなナイフの選び方、要は手のひらサイズでブレードの長さを人差し指に合わせる。で、これは本当にぴったり、長すぎず短すぎずコントロールがしやすくて、最低限4本の指でグリップできるナイフが選べます。で、これっていうのは何て言うの、メインブレードではなくてネックナイフの方ですね、大きさ的には。で、これネックナイフの定番 SE のイズーラ、ミニグリップテリアンほぼ同じ大きさで、自分の手にはイズーラがぴったり。本当にイズーラを折りたたみにしたようなのがミニグリップテリアンの大きさです。ブレード鋼材は154の CM で、デザイナーはメルパルドゥ、ベンチメイドなのでメイドイン USA、 アクシスロックで、ハンドルの素材がなんか結構硬い感じのプラスチックで、グリップエンドのジンピングが台のでちょっとだけ削ってます、この辺を。ステンレスのライナーは本当に端っこまで入ってます。ポケットクリップもナイフのサイズの割には大きめのポケットクリップがついてます。ロックはアクシスロック。自分の場合は少し、ロックをきつめにしてます。きつめって言っても少し振れば閉まってくるぐらいのロックです。本当に使いやすいナイフ、先端もそこまで厚くもなく薄くもなくっていう感じで、154の CM なので無理な使い方もそこそこできる。少し切ってみると、いつもやるのはこのラベル剥がし、左で使いますけど、ラベル剥がしなんかもよく使ってます。レモンを切ってみます。レモン水用によくレモンを切ってます。オピネルの8番、いつものオピネルの8番の方がこれぐらい大きい。もちろんブレードの厚さは全然ミニグリップテリアの方が厚いです。デリカと比べるとこれぐらいのサイズ、ブレードはほぼ同じ長さで、グリップがデリカの方がでかい。スパイダルコのテクノ、テクノは本当にちっちゃいナイフなので、同じベンチメイドだとバグアウト、ミニグリップが 6.5 インチだとするとバグアウトは 7.5 インチぐらいあったんじゃないかな。ミニグリップはもう本当に定番で使いやすいナイフです。以上、ベンチメイドのミニグリップテリアンでした。